よみがえれ福留、行こう。福留邪魔だな。いやでもよみがえれ福留は今日よみがえる、信じよう。きた、顔つきがちげえわ。いい、フォームもいいね。何番背負ってんのお前。53番、待て待て、53番大丈夫か。ゴミって言われたいか福留さん、大丈夫か。俺言ったつもりないからな。ゴミって言われたいか。53番ってやめようか。よくねえわ。でも私と戦闘力は53万だからな。よかったな、フリーザがいて。フリーザがいなかったら53っていう数字はゴミとしか言われてなかったな。よかった。フリーザが全てを背負ってくれてよかった。ってやってくださいね、ワキラさん。やっぱね、先輩、一時期先輩だったね、やっぱ福留孝介さんもね、やっぱフォアボール選ぶなりしてね、活躍してくれたんでね。やっぱそれに、影響受けないようじゃね。やっぱりいつまで経っても。福留まだ残ってたわ。変えたと思ってた俺、普通に。先輩見せてあれ。いいねー、おい、アキラー、おい。アキラー、ここで打つかよ。シーズン中てや。おい。何回かあったやろ、お前、機会。優勝争いしてる時あっただろう。小物に見えるからやめろ、シーズン終わってから順位確定してから打つの。2004年10月27日に生を受けました。今後タイピンチェフ怪我しにくさい、決して頑丈な体ではありませんが、緊急登板、打球反応丸、まあ、ちょっと物足りないけど別にここら辺あっても仕方ないみたいな能力だから、正直物足りなさはあるけど、まあ、なんといっても最速157キロで、高卒1年目、まあ魅力の塊でしょう。行ってこい今後。まあ、ちょっとフォームが気になるな。いいね。このプロスピ特有の感情のこもってない顔ね。まあ、あるんだろうけど。ああ、金剛力士打たれちゃった、ワンボロンに。ああ。ワンボロンって打たれちゃダメよ。